ですね、いい方から言うと朝一で 5粒ぐらい入ってました。で今見たら 10% ぐらい、10粒じゃなくて、まあ、ちょこっと垂れ出してる感じですか。そうですね、体重が朝一がね、ごめんなさい、38でした。だからでもうんちはここ24時間で50個ぐらいかな、は出てるんですけどね、っていう感じですね。これね、あの子の状態次第なんだけど、うんちはだいぶ出るようになってきてるから、このまま出てたら、木曜日ぐらい、ちょっと退院予定に。木曜日、はい、次の日来れます？来れることは全然来れます。はい、じゃあ、退院目標というか、予定というか。わかりました。で、まあ、一回帰って、で、次の日ちょっと見せてもらって、どういう風なのかっていうのをちょっと見たいところですね。声もちょっと出るようになりましたよね。それいいことなんですよね。ないですよね、あれね。木曜日で何日かな、9か。大きい目標に。そうで、退院。で、まあ、もしそれでね、退院して、まあ、次の日も見せてもらうんだけど、まあまあの状態だったら、見せてもらう感覚をちょっとずつ上げてもらってきながら、家で世話してもらう。だから、点眼と投薬、まあ、点眼、その一応点眼と投薬と今日もやってくださいね、用意しますんで、じゃあ一回止めて。